こんにちは、三宅翔です。6月4日より、韓国に自分も行くことになりました。僕一人ではないです。もう一人います。ぜひ皆さんとスクリーンの前でお会いできるのを楽しみにしています。はい、笑顔でお願いします。耳は聞こえていませんが問題はないです。もういいんじゃないの。プロになってそれだけですごいことなんだから。小川選手がボクシングをする理由は何だと思いますか。それは何だろうなぁ。